山梨県富士河口湖町にある富士山の撮影スポットでマナー違反対策として設置された黒い幕が10センチ余りにわたって破られていたことが分かりました。富士河口湖町にあるコンビニ店と富士山を絡めて撮影することができる人気スポットでは、先月21日、町が迷惑行為を防ぐため、歩道に沿って富士山を見えなくする黒い幕を設置しました。しかし、24日の朝に町が確認したところ、この幕が縦およそ10センチにわたり破られていました。破損した箇所は22日にも町の職員が破れている部分を見つけ修理したばかりでした。富士河口湖町は人為的に破られたと見ていて、破いたり穴を開けたりする行為はやめてほしいと呼びかけるとともに、幕の素材の強化については検討するということです。